コンバインドローラーを使って、大葉の締め固めをするときは、振動を使って細かい石を下に沈ませます。で、ゆっくり走って、ローバンがちゃんと下がるようにしましょう。で、次移動するときは、ローラーの半分ぐらいずらして移動させて踏みましょう。急いでいるときは、ローラー1個分ずらしてもいいんですけど、できれば半分ずつずらして踏んだ方がいいです。で、こうやって全部踏んだら、こうやって入れるときは、こうやって入った方がいいです。で、ローバーの厚みが深いときは、後ろと前の水を出しながら踏んだ方がいいです。で、タイヤを使うときは、タイヤは振動ないので、その代わりシャワー出します。シャワー出しながら踏みます。出しすぎると逆に弱くなりますので気をつけましょう。